サルカニエミ、またはサルカニエミアドベンチャーパークは、フィンランドのタンペレにある、レジャー施設であり、同市の観光地の一つである。サルカニエミテーマパーク、サルカニエミ遊園地とも呼ばれる。サルカニエミは、サルカニエミとも表記される。遊園地、水族館、展望タワー、動物園、プラネタリウムなどから構成される。ナシアルビコに突き出した半島に作られている。 住所はリチャーコという一地である。遊園地は観光企業のタンペレインサーグニエミーによって建設されたもので、ジェットコースターのトルネードやハイプの他に、モトゲーやテイクオフ、X などがある。プラネタリウムは139の座席数を有し、フィンランド語や英語のほか、スウェーデン語やロシア語に対応している。ナシンネウラ展望タワーは168メートルの高さを持ち、 地上124メートルの地点に位置するレストランなシンねうらはおよそ45分間かけて一周する回転レストランとなっている。水族館ではピラニアの餌やりショーなどが行われている。スーパーパークはイルカの水族館を改修して作られた屋内施設であり、スケート施設やトランポリンなどがある。動物園コレマーキーは絵本作家、 マウリー・クンナスによる作品のキャラクターをテーマに展開されているもので、豚、牛、ロバ、アルパカ、ヤギなどが飼育されている。1966年、タンペレーン・サークニエミーが設立される。1969年4月25日、プラネタリウム及び水族館が開設される。1971年、ナシンネ・ウラ展望タワーが開設される。百七十四年、 トロイカが開設される。1975年、遊園地が開設される。1981年、コンティ X コンティが開設される。2001年、トルネードが開設される。2012年、モバイルゲーム、アングリーバードをテーマにした乗り物や遊具などがあるアングリーバードランドが開設される。2013年、コレマーキーが開設される。2016年、 スーパーパークが開設される。2017年、ジェットコースターハイプが開設される。2019年、ブーンが開設される。ありがとうございます。